レボールくんの絵本読み聞かせ。虫歯お化け。今日もおいしい食べるねば。ポテチにチョコにアイスねばよ。おいしいおいしいおいしい。歯磨きなさい。やだねばもーん。歯磨き大嫌いねば。おやねば。その夜、食うしかねば。食うしかねば。ねばるくんが寝てるお部屋に、おっきな怖い虫歯お化けが来たよ。うしし、これはわしの大好物の食べ残しじゃ。どれいただくとするか。すると虫歯お化けはネバールくんのお口を開けて、お口の中の食べ残しをペロ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 パクパク。あー、お腹いっぱい。よーし、また明日も食べに来れるように、こいつの食べ残しの食べ残しは刺繍ポケットに残しておこう。その次の日も、またその次の日も、ネバール君は歯を磨かなかったので、虫歯お化けは毎日ネバール君のお口の中の食べ残しを食べに来ました。すると、痛い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 、歯が痛いよ、歯が痛いよ、お母さんがお口の中を見ると、お口の中は虫歯お化けに食べられた歯で真っ黒黒。納豆菌のお母さんは歯ブラシを持ってきて、ネバール君のお口の中をゴシ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 、そして歯医者に行って虫歯も治してきましたねば。そしてその晩、お化けがやってきて、ネバール君のお口の中を見ると、ああ、わしが大嫌いなピッカピカなお口じゃ。歯磨きをしっかりしたな。でもまた食べ残しがあるときに来てやろう。しかし、その日からネバール君はご飯やおやつを食べた後は必ずゴシ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 。お化けはもう来ることはなくなりましたとさ。みんなも歯磨くねばよ。磨かないと虫歯お化け来るねばよ。おしまい。食べたらすぐに歯を磨く。
日歯を磨こう。ネバール君としつけ鬼の歯磨きのお約束。ある日、ネバール君はご飯を食べ終わって歯を磨き始めました。しかし、ネバール君は歯を磨いたと思ったらすぐ歯ブラシを置いてテレビを見始めてしまいました。するとそこにしつけ鬼がやってきたよ。ブラブラブラ、しっかり歯磨いてねえやつはいねえか。歯磨き間違ってるやつはいねえか。ネバール君は言いました。ネバール君は歯を磨いたねば。そうかそうか、それならお前の歯を見せてみろ。しつけ鬼がネバール君の歯の中を見てみると、ネバール君の歯は食べかすだらけだったのです。え、なんでネバか。歯磨いたネバよ。しつけ鬼は言いました。正しい歯の磨き方を教えてやるから、よーく聞けよ。まず、歯ブラシが歯の面にちゃんと当たるように磨く。そして、歯を一本一本、丁寧に丁寧に磨く。強く磨かず、優しく磨く。歯ブラシは小刻みに動かして歯と歯の間もしっかり磨く。歯と歯茎の境目は歯ブラシを45度に斜めにして磨く。奥の歯は歯ブラシを斜めから入れて奥の奥まで磨く。そして前歯の裏もしっかり磨く。歯並びがデコボコのところは歯ブラシを縦にして磨く。歯医者に行って自分に合った歯磨きを聞いてもいいし、自分で磨けたと思っても磨けてないことがあるから家族の人に確認してもらうことも大切だ。わかったか？歯は大切だぞ。わかったか？歯は大切だ。わかったか？わかったか？歯は大切だ。わかったか？しつけ鬼、しつけねばね。次の日、小粒ちゃんが歯をしっかり磨かず歯磨きを終わらせてしまいました。すると、そこにネバール君がやってきて、小粒ちゃん、ダメネバよ。しっかり歯を磨かないと虫歯になるネバよ。正しい歯の磨き方っていうのは、歯の面にちゃんと歯ブラシが当たるように磨くネバ。そして、一本一本丁寧に磨くネバ。強く磨かず優しく磨くネバ。歯ブラシは小刻みに動かして歯と歯の間もしっかり磨くネバよ。歯と歯茎の境目は歯ブラシを45度にするネバ。奥の歯も歯ブラシを斜めから入れてしっかり奥の奥まで磨くネバよ。前歯の裏もしっかり磨くネバ。歯並びがデコボコのとこは歯ブラシを縦にして磨くネバよ。わかったネバか。歯は大豆ネバね。ネバール君は小粒ちゃんと一緒に正しい歯の磨き方を教えながら
一緒に歯を磨いてあげました。それからネバール君も小粒ちゃんも正しい歯の磨き方を覚えたので、虫歯になることもなく丈夫な歯で硬いものをもりもり食べ、ピカピカの歯で暮らしましたとさ。みんな正しい歯の磨き方覚えたねばか。歯は大豆にするねばよ。アプリの情報は